お疲れ様です。お疲れ様です。どっちも引けたらいいんですか。どっちでもいいよ。あのたまにちょこちょこ出てると思うんですけど、はい、今回ちょっとシールの撤去を起きてます。結構大きいですね。これのシーリング、はい、で今日は1人2人だよ。今日は1人です。おで、まあ、先行で入ってるのか、はい、1面だけやって、まあ、多分職人の他の現場の絡みでね。だけどもうこれだと結構かかるよな。何人やから。そうです、7、8人区は。あ、そんなんでいける。なんでそのメーターどんだけあんの、ね、小建てより何メーターぐらいで出た。500、600だ。あ、知れとんだ。通戸建てで300メーターぐらいあるのかな。打ち替えと増し打ち全部打ち替えです。今回全部打ち替え、うん、まあ、メチがそんなにないんだね。はい、内壁が。何これ。 RC です。 RC 何これ。 RC だと思います。で、まあ、これ今ちょうど撤去して、もうちょっと残りわずかのところなんで、これって大抵撤去してるんですよ。で結局これ本当に絶対撤去しない。これ戸建ての人も絶対で、これもう本当に結構みんな横着されてるで、うん、戸建ての塗装でよう俺らが言われるのは、うちがシーリング15万って言ったのにタスさんは10万でやると、もうできないよってよく言うんだけど、うんうん、まあできると思ってるんだよねみんな。でよそ行っちゃうんですけど、今うちシーリング下請けもやってるもんな。下請けって大きい会社のシーリングもやってるんだよね。はい、うーん、で塗り替え道場の一般の人からもらう仕事だけじゃなくて、うん、はい、シーリング班として一つの会社に見立てて実際塗り替え道場以外の仕事もやってるの。はあはあはあ、そっちの方が単価いいから。それも2時3時ですよ。なるほど。だからそれぐらい民間って今もう安くなっちゃってる。うーん、っていうことは何って言ったら、他の会社って別にそんなうちみたいに大きくなかったらさ、もう安くやってんだよね。一式いくらとか。そっかそっかそっか。戸建て一式10万円とかで結構やってるとこあるもんな。もうお前営業じゃないの分かんないけど営業に聞いてほしいね。じゃあもうきちっとやらなあかんでっていうである程度出すけど、もう本当に原価ギリギリで出してやってます。でちょっと撤去やってくれる。じゃあで今これ撤去が、まあ、今これずっと撤去してきたやつなんだね。おお、いっぱいありますね。そうだね、ポン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 綺麗に取れやいいけど、こうやってぐじぐじ切れてな、切れちゃうんだよなこれ。これ全部取ってんだよこれ。これでね、1回は塗り替えしてるけど、これ最初やってないな。新品のまんまだなこれな。前回やってないんだよね。これ多分塗装だけしてるんだわ。これこうやってカッターで切ってくんですね。そうそう、カッターないけど、これでも超特大ってやつだよこれ。顔につけると分かるでしょ。これこういう感じでしょ。顔につけるとこれ香りつける。大きさない、はい、顔がでかいかもしれないけど。で、こうやってペンチで切ったやつをペンチで、あ、ちょっと爆材も見えるね。あ、伸びますね。こうやって綺麗に取れてくれるといいんだよな。あ、それがブチブチなるから、ブチなると本当に大変ね、うんうん、大変なんですね。そうそうそう、このラッキーな、これまだ生きとる証拠だよね。あ、なるほど。来てないと本当にやばいよな。そうですね、ちゃんとゴムの機能を果たしてるってことですね。そうそう、多少ね。うん、だったら撤去していいじゃんだけど。そうそう、それはやらないでしょ。また10年持たさなかん、15年持たさなかんでしょ。10年でやれよって言っても10年でやらんじゃんみんな。うん、15年ぐらいでしょみんな大体、うん、こうやってね。これはなんで2回取るかっていうと、要は接着面をきれいに取らなかん、結局意味ないもんで。ああ、そうそう、そういうことだな。はい、接着面がきれいにこう結構やらなかん。三面接着のなんか話のあれですね。そうそう、で奥はこれスポンジみたいなの見える。ちょっとチュンチュンっておっしゃってくれない。スポンジでしょ。はあ、ほんとですね。だからだってくっつかないじゃん。まあシールはくっついても奥の躯体にくっつかんもんね。はい、二面接着になってんだわ。ああ、なるほど。だけどそう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 、三面接着はまあこの間やったばっかでいいと思うんだけど。そうですね、あのまたそっちの方見てほしい。三面接着がダメだからね。二面に接着したんすよ。あんまり一生返してもらってなかったけど斉藤先生斉藤先生悲しんでるよ。はい、これが悪いやつはまたそれも入れるかな。なるほど、聞いてる。僕叩きやすい。叩きやすいですか。もうでも4年ぐらいだな。入社4年目です。入社4年目だ。へぇ、はい、でこうやって全部だよこれ上まで。いや、1、2、3、4、これだけじゃないよ。もちろん窓周りも全部だよ。あ、そうなんですね。かかるって。これを8日でやるんですか。大体8人、うん、2人で入ったら4日だよね。それでもまあ少ない方だよ。もっとあるよ普通は。まあ、建物だけ見るといやこんなんで終わるんだと思うけど、だってシールがほとんどないじゃん、壁で、うんうん、まあ、周りだけって感じだよほとんど。500m だって戸建てで 300m ぐらいあるもんな。350ぐらいあるかな、うん、で500円でも 300m で500円だったら15万でしょ。うん、ゼネコンの下請けやったら500円どころじゃないよ。あ、そうなん。1000円とかで取るよ。ええー、ほんとに高っ。いや、その一時はね。はははは、うん、
2時3時になってくると、まあ、もちろん下がってくるけど、それだけ単価って違う。それなのにうちよりもめちゃくちゃ激安で、うん、シーリングの職人も抱えてないようなところが、じゃどうやってやんのって、うんうん、魔法しかないぞってそれから全部俺みたいなスーパーサイヤ人でしょスーパーサイヤ人で、スーパーサイヤ人いないな、こいつ結構めちゃくちゃ速いもん。いやそうですよね。いやこいつ早いよ、うん、まあ、今日あの動画撮ってるでゆっくりやってるけど、うんうんうん、もう終わっちゃうみたいな感じでしたもんね。そうそうそ う, そう早いよ。早いっすよね、まあ、4年ばかり何言っとんだって感じだけど、うん、やっぱり一生懸命やってる人は早いよね。まだ綺麗さとかまだまだとかそういうのはあると思うけどな、はい、10年やってやっと1人前っていうもんね、シールもこればっかほんでやっとんのよ塗装屋さんがじゃあ塗装職人こんなできる？いやー毎日これなかなかできないですよね。できんでしょ、うん、だって写真カメラマンがさビデオ下手くそじゃん撮る。はい、そうそうだからね、写真撮影するの全然違う世界でしょ。全然違いますね。で上に上がれば上がるほど専門性が問われるじゃん。CD に放送これゴミとね拾ってまあこれで撤去ですよ。でここであと何やっとくんだ。あのテープで養生して、うん、ここはなんでこれ色ついてるの。これ色ついてるじゃん。でこれ色ついてるなんで。は塗装しないところなので黒色で、うん、材料も違うんでしょ。そうです、うん、材料も違うんですよ。結構玉かけてやってんだよこれ。いやこれサッシとサッシの間で色乗らんじゃん。はいはいはい、はい、サッシとサッシ。こっちは壁で来れるけどこっち壁来れんでしょ。ああごめん塗っちゃえ。ああなるほど。そう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 、だから色分けしてそうそう、まあ、目立たないようにというか。そうそうでコメントあったよねこの間、水切り面台って取ったら、あのうちは水切りって言いますよとか。ああはい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 、水切りって言うんだよね。だって面台、うんうん、シーリングっていうのはね、面の台なのかな、ようわからんけど俺は知ったとこは面台だったもんね。まあ、それは面台で覚えたけど、うんうんうん、で水切りって、まあ、水切りってのはまあ正確には本当はここだもんな。あ水切る場所だもんね、うんうん、ここの下によく戸建てなんかここについてるでしょ。あれも水切りなんだ。これついてないよ、あのアルミみたいなのが。あーはい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 、板金みたいなのついてるでしょ。で水切りってのは水切るための水切り。でこれが中にグルーンって入っとんだわ、うんうんうん、でそこに水が落ちてここに出てくるようになる。そういうことなんですね。はい、だから水切りだよね。あそうそうそう、まあ、正確に言えばここは水切りじゃん、うんうん、水切りのシーリングって、まあ、面台もそうだったんだけどね、うんうん、面の台だね、うんうん、面台シールじゃない。これ分からん、これちょまた荒れちゃいそうだねだってこっちもやるんか。そうです、はい、そっちこっち裏側もやるね。裏側もありますね。そうそうそう、裏側大変そうっすねこれ。大変だよ。だからまあペンキ塗るでね。でよく言われるのはだってこういうところって、はい、じゃあ他の塗装屋さんどこまでやっておるかだよね。あ本当にもうどこまで俺やっとるか不思議だわ戸建てで逆に、うん、こんな細かいところまでありますもんね。やらんじゃなくてやれんよねこの単価で。裏側だったらいいかみたいな感じになっちゃいますよね。そうそうそう。でその町場の戸建てやっとる人ってもう生まれた時から町場やっとる人ってまあいい人ももちろんいっぱいおるけど、うんうんうん、俺はもうその飛びとかでゼネコン育ちじゃん、はい、できちっとやってきたところでどっちかって育ったので、はい、まあ、こういうもんだと思ったけど、うんうんうん、塗装屋さんとかに聞くとそうでもないよね。うん結構うちでも出入りする職人さんとかもおるじゃん、うんうんうん、聞くと塗り替えだと結構きちっとやってるよねとかは言われる。でようこの値段でやっとるで安すぎるとか言われるけど、うん、で逆にだって俺はもう それをちゃんとやるためにどうしながらで職人抱えたのね。そうしんとだって全部外注に振っとったら合わんじゃん。足場も自分たちだよね、うんうん、そう喋ってる間に黙々と、うん、ここは結構綺麗に撮れるね。そうですね、今回は結構これ簡単な方だと思います。あ、そうだな。じゃあ、これお前じゃないでいいって集中しろ、撮影にもう最後退去、はい、だからこんなね、まあ、まあ喋っとったで長いけど、うん、言ってもこれ7、8分経っとるでしょ。そうですね、10分は経ってないかなぐらい。でこれも何箇所だよ。まあこんで50センチぐらい、2メーターないよ、ないよ、うんうんうん、1.5 ぐらいだよな、これぐらいで、うんうん、で、考えて500円で、1.5 だから750円、うん、750円だよこれ、うん、1個シールまで打ってでこれ紙テープ当ててプライマー塗って充填してね、パテ鳴らししてでテープ取ってたな、うん、でそれっていうのは段取りまであるね、道具代とかも全部、うんうんうん、その現場作業だけが原価じゃないでしょ。板金屋さんが倉庫で作る時が一番高いもんね、うん、材料作ってくるもんね、あいつらは。そうですね、寸法取ってね、どうもシールの材料を段取りするんだよね。でこのペンチなんかもう消耗品だしな、もうすぐ壊れるんだろう。壊れますな。嘘で、まあ、終わり、これで終わりです。うん、だからちょっと下も見てみようか、これね。これはスポンジ入ってる。あ、入ってる。分かる？うんうん。ちょっとね。でここはこうビスが入って、結局ここにサッシがこうなっとんだな、これ。ああ。
こうなってんだ。はい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 。なんででこれがこうかぶってきてるんで、これビスで止めてんだわ。ああ。なんかこれ、ね、これはシールってなかったらこぼれるでしょ。まあまあそういうことよ。これ一面やっただけでこんだけ。はい。4階。4階の何箇所やった？窓1箇所だけ？1、2、3、4、4枚。大きい窓4箇所とちっちゃい窓4つで、もうこんだけ出るで。でこれまた充電しながらなんだよこれ。うんうんうん、新しい新品で。あ、そうかそうか。大変だよな。うーん、はい、でクソ暑いし、ただ6月の11日やで今日そうですねもうこれ放送してる時はもう本当暑いと思う。まあ職人さん大変だわ。まあ単価上げてくださいとまで言わんけど、せめてちゃんとやっぱ見積もりを見てほしいね俺は、うん、せっかく一生懸命やってる人たちが、うん、その変なインチキ業者に見積もり奪われてったらさ、まあ、うちは以外言っても強いで、まあうちもこれ以上断らなかった仕事あるで、うんうん、それだけど本当にいい職人さんがね結構泣いとる、うん、で変なインチキね、うんうん、いや仕入れも全部やりますよって言ってチュッチュッてやるようなところが持っていかれたらさ、うん、もう気分あれも名前も結構あるよ、うん、しょうもないとすらさん、うん、まあ聞くけど俺はちょこで噂はね、うんうん、まあ実際のところは知らんけどそこで働いてるわけじゃないでね、うん、そんな感じかな。はい、かわいい。じゃあシーリング4年やってどうですか。大変、デッキ大変。はい、大変です。 YouTuber になるからそう、YouTuber になりたいの。あ、今狙ってる。狙ってる。学校行かない少年に。学校行かない少年で。仕事行きたくねえだけだから。暑いし寒いし。もう社長みたいな YouTube だけ撮って飯食いたいなみたいな。俺逆にやりたくねえけどこんなこと。え、だから楽しんでやってるけどね。だけど俺もう仕事もっと楽しくやってるから。うん、これ視聴者さん知らないけど。俺もう仕事本当大好きだから。喋っとかも。YouTuber の話。YouTuber に俺はなる。やりたいの。やりたい。はい、じゃあこれからどんどん取りに至るわ。おで、いけるなって感触出たら貸し合いめいはいはいはい、やっと育った。まあ、3年やってくれるとダメだぞやっと稼ぎ貸し合いなんだろうな、うん、大変だろうよ。はい、ほんと暑いからね、この足場ね。今日ははいシーリングのシーリングの塚本くんでした言っちゃってるしまた見てー。